私は東京生まれ、東京育ちなのですけれど、私立の女子校、中高、短大と通って、で卒業した時点で、まあ私の時代ですと花嫁修業に行く、結婚するための準備を始める。で私もちょっと遊びたいなって思ったのと、もう少しなんかやりたいなと思ったので、デザイナーをやってみたいって思ったんですね。で桑沢デザイン研究所に入って、でもデザイナーの基礎の科目の中にデザイナーに志すためのね、科目の中に写真の授業っていうのが、ありました。それでその時に、一番初めに石本写真家の石本康弘先生、その方に、教えを受けたっていうか、その方と出会った。で3年になった時に、大辻先生に出会ったんですけど、石本先生の授業の時に、まあいろいろデザイナーになるための基礎の写真いろいろやったんですけど、それが写真を撮る時の初めだったんですけど、それにつけてもカメラを触ったこともないし、持っていなかったものですから、カメラを買わなければならないので、で友達の桑さんの時の同級生、仲のいい同級生がいて、その人に聞いたら、うちのおばが横浜高島屋デパートにつてがあるから、そこに行って買ったらって言われて、で横浜のね、今もありますけど横浜の高島屋デパートに行って、それが最初ですね。で標準レンズついてるカメラを買いました。でそれで渋谷の街に出て、人に声をかけて、自分が何者であるかを名乗って撮らせてほしい、許可があればよろしくお願いしますって撮った。だいたい渋谷のハチ公のあの辺ですね。だいたいあそこに、交番があるんですけど、まあ交番の前だったら怪しまれないだろうっていう作戦もあったんですけど、まあでも知らない人に声をかけて撮るっていうのはかなりの勇気のいることでしたけど、それが初めですね。で、許可をもらえたり断られたりしているうちに、少しずつ他の町にも行くようになったっていうのが。授業を受けて、ちょうど私が入ってすぐに牛腸茂雄さんの、あの時代の人たちがザザッと入ってきて、牛腸さんたちのクラスの授業を私はその後ろから眺めてるっていう感じでしたけど、先生との、話し合い、なんかトークっていうのは全然なくて、みんな黙ってるんです。先生も黙ってるし、誰かがポツリっていうことにボソボソっと答えるような、そんなような授業でしたけど、みんな一生懸命ね聞いて。これはなんか叱責するっていうことはないんですよね。みんな受け入れるんですね。似たような写真撮ってくるわけですね。ちょうどコンテンポラリーフォトグラフ。みんな同じようなこう傾向の写真、横一で人間が小さく真ん中に入って、そういうような写真が多かったんですけれど、でも先生は、それに対する、反応は、みんな一人一人の作品に丁寧にね、写真の良さを見つけて一生懸命話されているっていうのは覚えてていましたね、私は。その時にその後、先生の家が代々木上原にあったので、
そこで卒業生たちがみんな集まってくるの、そこでも何だか分かんないんですけど、遊んでるというかね、先生のジオラマを見たり、だからちょうどロバート・フランクの写真がアメリカ人を先生が持ってらして、それをみんなで夢中になって見たっていうのは覚えてますけどね。そこで何を学んだっていうのは記憶にないんですね。でもなんかいつもなんか染みついていくっていうのは、私も時々その卒業してからも先生のところに行ったりなんかしましたけど、ほとんどまともな話はしてなかったと思います。もうロバート・フランクですね。だその後のコンテンポラリー・フォトグラファーズの写真一連のありましたでしょ。あそこには一つピンとこなくても、ロバート・フランクの写真が何がいいっていうんじゃないですか、あの熱気をねみんなで見たっていうのはね、今でもね、もう高梨豊さんがいて、それから新倉高尾さんがいて、他にも同じクラスの人たちがみんなで顔を突き合わせてっていうかね、それで覗いてる姿を私はその後ろから見てるんですよね。後輩っていうか、なんか一緒に入れてもらって、仲間に入れてもらって見てて、で子供、高梨さん、新倉さんの膝の上には大辻先生の子供がね座ってたりねするようなところでもって、なんかみんなでねその本をボロボロになるまで眺めてた、それが私の、ロバート・フランクの初めての出会いだし、ずっとそれがいいなと思って。写真展を初めてやったのが、その街に出て写真を撮った微笑みの手錠っていうので、その街で撮った写真が初めての写真展なんですね。それを集めて新宿にニコンサロンっていうのがあったんですね。写真展は1976年の10月だったと思うんですけど、その後に島尾と一緒になってガラッと生活が変わったんですね。でその頃になった時に、私は人間を撮るのをねずっと面白がってやってたけれど、なんかちょっと自分のやってることに疑問を感じるようになったのがちょうど一緒になった頃だったんですね。初めは標準レンズで撮ってて、それから広角レンズっていうのを使い始めたんですよね。ライカに古いカメラにくっつけて、で28ミリのレンズをつけて、それで人間を撮るっていうのをやったらすごく面白かったんですね。近くに寄ってある程度のところでこう撮りたい人を見つけると、その人に向かって突き進んでって、それで28ミリだからかなり近くに寄ってパチンと写真撮るっていうね、たのをやったら面白いんですね。で上手に撮れるようになったんですよ、私に。見れば余計な背景もうまく処理できてるし、人間もちゃんとシャープに撮れてるし、なんかね自分のやってることがね、疑問に思えてきたんですね。カメラを武器にしてるようなね、と人間の撮り方も、意地悪な目っていうのか、
自分ではあんまり感じてなかったんだけれど、カメラっていうのはいいようにも悪いようにもこう作用するものなんだなっていうことに気がつき始めたんですね。そうするとちょっとどうしようかっていう躊躇する場面が多くなって、でも写真は撮らなきゃいけないっていう気持ち、無理な気持ちが出てきて、一生懸命写真をね撮ろうとする、夢にまで出てくるわけですね。でこれって本当にやってる意味があるのかなっていうことは思い始めた時に、島をと出会って、まあ、ちょっと子供もできたし一休みするような時間をやめようと思って、街に出てねそういうのをやっても撮れないし、なんかいつも引いてるしね、あんまり撮りたいものはなかったっていうか、なんか一生懸命批判的、まあ流行りの写真に自分に真似をしてみたりなんかしたこともあるんですけどね、やっぱり違うと思って、でまあちょっと休むって、お休みするっていう感じに。前々から気になってて、これは嫌だなって思う、ずっと思ってたんですね。いかにも自分のなんか文学的な要素を入れるような、なんか写真じゃなくてなんかもうちょっと違った要素におしゃれにしようっていうような、題名にしたんだと思うんですね。だけど私はやっぱり写真でストレートに街に出てで写真を撮る、街へに変えた方がいいって、それは最近思い始めたんですよね。その40年眠ってたわけですね。私その写真も捨てようと思って、みんないたんですけど、島尾が捨てるなっていう話は、その引っ越ししたりなんかするときに言ってたんですけれど、私はどうでもいいわ、じゃあ適当に、そういうんだから、まあ、撮っといてっていうので撮っといた写真がハズバンだとか、ハズバンドだとか、その前 の、 結婚する前の写真類も全てその頃のは本当も見たくもなかったんですね。もうなんかね、見えすぎたことやってるなっていう感じでね封印したかったんですね。だけどやっぱりそれ、やっぱりもう一回見てね、大事だっていうのを最近気がついたっていう。写真を始めたのが22歳、そう60年になるんですよね。でまだやってるんですよね。どうしてやってるんだ、今になってもまだやってるっていうのはどういうことなのかっていうのはね、ずっとね疑問に思ってたんですね。でだから初めに石本先生の授業で知らない人に声をかけて写真を撮るっていうのから始まったわけだから、その課題をねずっとやってるんじゃないかなって。銀座に出たり新宿に出たり、渋谷に、まあちょっと離れて湘南の海に行ったり、そういうふうに少しずつ場を広げてったんですけどね。それだけのことなんですよね。っていうとなんかやっぱりずっと先生のレッスンをね、そうやって勉強して、勉強してんだ、レッスンなんか自分で撮りたいものを撮ってっていうのを、潮田の家の菩提寺っていうのかな、あれが隣のお寺が杉田玄白の
お墓があるんですよね。なんか不思議な縁だなと思って急いでお線香あげに行ってね、本を取るっていうのはね、すごい、まあすごく遊びみたいなものですけれど、でも本の世界って幅広いんですよね。だからそれはあまり自分で垣根作らずにいろんなものを取らせていただける。これに限らずね、早稲田だとか、国会図書館なんかでも、もう私今考えたらとってもできないようなね、随分ね、ハラハラ、もしこれを司書の人たちが見てたらね、怖がるようなね、二度と撮らせてもらえないようなことをね、やって、でも一人で撮ってるから全部一人で責任を持とうと思ってやってるから、今度 の神奈川県立図書館のやっぱりちょっと一人で撮るにはもうきつくなってきたので、まず荷物がね、ブロニカってめちゃくちゃ多いんですよね。だからもうやっぱり疲れるし、いろいろ助手をこき使ってそれとやっぱりね、本はその私の取り方は、まあいい感じなんですけど、どんな本であるかっていうのも知りたくなるんですよね。で、私はそれやったらすごく素人っぽいね、なんか分かったようなこと言うのは鼻についてつまんなくしちゃうんですけど、やっぱりいろんなものを島尾に助けてもらって、ウィキペディアだとかいろんな今のコンピューターのね、あれ検索をしたりがいろんなのこう やるのを楽しんでくれてますから、物としてだけじゃなくてやっぱり中身も知りたくなるっていう、その取っかかりを指紋が作ってくれるので、それはねとってもね安心できますね。初めはね、まあいろいろ、まあ本に関しては疑問を持ちながら、こんなのやっててもしょうがないっていうのをいつも思ってたんですけどね、でもああこれでやっててもいいんだって思うことが何回もありましたから、これは続けてる意味はあるって思って、だから今度も撮らせてくださるっていうのはありがた、だからやっぱりもっと撮りたくなるような本にぶつかるので、面白いです。物にね、物にはみんなどんなつまらないものにも物語があるって島尾に言われたことがあるんですよ。でそれに気がついた、あそうだなと気がついた時がやっぱりね、物を取ったり物を取ることにも躊躇がなくなったわけ。物を取ってもやっぱり社会とか世界その後ろ盾になるものが映ってなければ、ただ自分の気に入ったものを取るだけじゃなんかこう広がりが出ないんですよね。物の見分けるっていうかね、私は私なりのセンスで物を見るっていうのもね、すごくね面白くなったっていうのはすごいね、気持ちを楽にさせてくれる。みすゞ書房旧社屋でもって本を取る、まああれは本もたくさんあるけれど、最後に丸山正夫っていう人の本、戦中と戦後の間っていう本が捨てられたっていうか、ガランとしたところに棚にね置き忘れられたにあって、あこれ綺麗な本だなと思ってね、美しいね建築物のような感じにも見えたんですね、私はね。でこの本を取ったらどうなるかなと思ったのが本を本当に取り始める最初なんですね。でもこんなこと言ってなんか
みんなに笑われるからね、と思ってずっと言わなかったんですけれど、それででもまあやってみようと思ってやり始めたのが早稲田大学の図書館で、やっぱりなんかねできっこないと思ってたのをやってるとね、私なりに見つけることができてね、でやっぱりそれはやっぱりものがとその社会とか時代とこうあのこうが映し出せれてないと私は全然撮りたいとは思わないから、あとはやっぱり学校で昔桑沢で先生にその街で写真を撮る前にね、テクスチャーだとか素材のあれを撮るのを教えてもらったってこともありますね。それでやっぱりだから帽子を撮ったりするのも素材のそこでレッスンをするとかね、まあ、物を撮るっていうのはで楽しさを見つけたっていうのは私の次のステップに行く大事な要素でもあったのが今も続いてる。